はい、どうもこんにちは、電磁波少年です。いや、今日なんか最近ね、沖縄県寒いんですよ。今日気温が何度だろう、今ね17度ぐらいかな。そうですね、17度ぐらいですね。で、風がちょっと吹いててさ、天気悪いんですよ。とにかくこの1ヶ月間ぐらいほとんどなんか晴れ間を見てないですよね。なんか今年は特にね、曇りが多いんですよね。まあ、その中表で撮ってますけど、まあ、ぜひ聞いてください。今日のテーマは、無駄な抵抗を続けろ、無駄ではなくなるまでっていう話です、ね。まあ、よく刑事物でね、ドラマなんかでありますよね。犯人に次ぐ無駄な抵抗はやめなさいみたいなね。だけどね、今日は無駄な抵抗を続けなさい、ね、無駄ではなくなるまで、無駄ではなくなるまで抵抗しろってことです、ね。なんだそれって話ですけど、要するにね、何か、まあ、実はさ、それって、僕も最近ね、ちょっと、なんだ、前ちょっと筋トレしてたけど、いや、あんまりやってなくてね、ちょっと、贅肉になり始めてきたわけですよ、それが。ね、で、ちょっとダイエットせないかんなと思ってて、なかなかね、こう抵抗にあってできないんですよ。できないんだよな、なかなか。で、それでどうするかってことで、ね、最初、前にも言ったかもしれないですけど、一番最初ね、まあ、今回は中断してたってことだけどさ、新しくまた久しぶりに始めるときもそうだけど、一番最初が一番抵抗が大きいと、ね、だからそれをどうクリアするかっていうことなんですよ、ね。だから今日も、ね、例えばじゃあ皆さんが新しく勉強を始めるとか、ビジネスを始めるとか言ったときにすごく、なんていうの、心の中に抵抗を感じるはずなんですよね。これってなんかないですか。よし、じゃあ始めるぞと気合い入れてね、やったにもかかわらず、もうそのすぐ後に、でもなんかやっぱちょっとあれだなとか、やめようかなとかね、とか、あとはなんかこう、あ、なんかパソコンでやろうと思ったけどパソコンが見つかんねえなとか、なんだ、ちょっと頭痛くなったとか、なんか用事ができたとか、歯が痛いとかね、なんかそういうことが起きたりするんだよね。で、あれってね、ちゃんと科学的に証明されていて、要するに体の、ね、生命維持機能ってやつね、生物の教科書なんかに出てきますけれども、いわゆる生命維持機能といって、ホメオスタシスってやつですね。人間の体にはその生命の機能を一定に保とうとする、機能があるわけです、まあ、脳みその機能らしいんだけどね。だから例えば、心臓の鼓動を一定に保つとか、あとは体温を一定に保つとかね、そういう命を保つために、一定に保つようとする機能、それがあるそうです。で、それが実はその人間の考え方にも影響を及ぼしてるらしいんだよね。どういうことかというと、だ、今まで勉強してなかった私がこれから勉強する私になろうとしてるわけじゃないですか、始めようとするってことは。そうするとさ、お、これは変化しようとしている、あ、まずいぞ、止めろっていうことになるそうです。勉強してない今までの私をそのまま維持しようとするってことなんだよ、だ、ダイエットもそうだよね。今まで太ってた自分がこれから痩せようとしている、あ、これは変化しようとしてるからやばいって言って、まあ、脳みそが頑張って、止めてくれるわけですよ。余計な機能だなと思うけど、でもそれなかったらやばいよね、でもね。命が、保てなくなっちゃうんだから。で、結局、いいことだろうと悪いことだろうと、それ関係ないそうなんだよね。例えばじゃあ、その勉強を始めるとか、ビジネスを始めるとかさ、タバコをやめるとかさ、まあ、基本的にはいいことなんだろうけど、だけどそういうことはもう関係なく、変化しようとしたら止める機能があるわけですよ。だから、結局なんか始めようとしたときにこう抵抗を感じてしまうというのは、まあ、ある意味当たり前のことなので、それをまあ知っておきましょうよってことですね。だからさ、それを知った上で無駄な抵抗をどんどん続けようって話だよ。無駄な抵抗はやめなさいって脳みそが言ってるわけだ。だけどそれを続けようよ、無駄な抵抗を続けていこうよ、それを無駄でなくなるまで続けていこうよってことだよ。だからね、この無駄な抵抗の仕方もね、やり方ポイントがあるんですよ。これね、最初から大きなことを、いや、大きな抵抗をしようとすると大きな抵抗に遭うわけ。まあ、なんていうのかな、イメージで言うと合気道みたいな感じだから、ね、合気道って相手の力をこう
バーンと利用して投げ飛ばすでしょ。だから相手の力が強ければ強いほどドーンと吹き飛びやすいわけ。だから例えばじゃあさ、こっちが大きな力で抵抗しようとして頑張っていきなり大きなことを始めようとする。そうするとその生命維持機能もその力を利用してドーンと大きな抵抗をぶち込んでくるわけだ。やばいと思って、本当変わっちゃうぞこいつね、うん。だから結構やばいよそれって。例えば結婚直前の女の人がね、やっぱりこの人でいいのかしらって思っちゃうというのもこの維持機能の一つなんだって。マリッジブルーとかやつですよ、うん、ちゃんと脳みそが働いてるんだよね。ああいうのもさ、相手のことが好きであればあるほど余計にそういうふうに、思ってしまうらしいんだよね、うん。だから最初からあまり大きな力で抵抗すると大きく打ちのめされてしまいます。だから最初は、ね、ゆっくりゆっくりやる、ね、小さな小さなことを、もう本当どうでもいいちっちゃなことをやってみる、うん。でだん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 、ね、無駄な抵抗はやめろっていうふうに心の声が聞こえてきたとしても、もうちっちゃくちっちゃくゆっくりゆっくりやる、うん。そうするといつの間にかだん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 変化してきて、そうするとね、ある時点でその変化した自分を今度は今の自分だと脳みそが思ってくれて、それを逆に今度維持しようとしてくれるんだよね、うん。そうするとほらリバウンドしづらいんだよ、うん。だリバウンドってのは要するにじゃあその、うん、生命維持機能の働きなんだよね、考えてみればね、うん。今までもう急激にダイエットしたらね、ある時点で急激に、食べてしまって今前よりも太ってしまうっていうのは、ね、大きな力で痩せるっていう抵抗をしたもんだから、大きな力で抵抗されて元よりも太っちゃったっていう、そのいいパターンですよ、うん。だからね、私の例でもね、昔タバコをすごい吸ってたわけですよ。今は吸わないですけど、1日なんか1箱くらい吸ってたような時代あったんですよ。でその時もさ、もう無理やりやめるぞって言うと、やっぱりね、ダイエットと一緒で、ある時にプチッと切れて、逆にたくさん吸うようになっちゃったりするんだよね。だから、これもさっきの話で、ゆっくりゆっくりやめようとする、うん。で。私の場合はね、タバコをいきなりやめないで、まず箱買ってきて、1本吸って、やめて、でその1本吸って、残り箱1本しか捨てないのに1箱全部水につけて捨てる、うん。でその次は、まあ、それをちょっと続けて、その次はタバコ1本開けて半分ね、1本吸わないで我慢して半分吸って、捨てて、残った箱も全部水につける、吸えないようにっていうのをやりました。これゆっくりゆっくりやるんだよ。したらね、気がついたら本当もう吸いたくなくなってたんだよ。居酒屋行って酒飲んで、ね、お酒飲んでみんなで前でタバコ吸われて、ね、吸ったらどうよって言われても、もうね、いや本当に我慢してんじゃなくて、いや いらないですって言えるんだよね。 で実際それからずっと吸ってないです、もう何十年も、うん。まさにこの話でさ、ゆっくりゆっくりちっちゃくちっちゃく、抵抗していかないと、ね、逆にリバウンドしてやられてしまいますよということなんですね。なので、まあ、新しいことを始めるには無駄な抵抗を続けていこう、無駄ではなくなるまでということでした。俺も頑張って、じゃあまたダイエットしよう皆さんも頑張ってくださいね。じゃあまた今度お会いしましょう。